それでは宮城大学行ってみたいと思います。今日の帳簿の全体像はこちら、全部いきますので一緒に頑張りましょう。久美さん第一段落でございます。皆さん注釈2つありますので、それを意識してですね、皆さん問いの1番。まずは空欄丸1番ですね。検討をお願いします。久美さんこれ文頭に前置詞 in で何かを示してくれてますよね。そうです。ここ8年という期間を示す表現ですね。皆さん思い出せるかと思いますが、期間を示す語句と併用するのは完了形でしたね。ですから空欄1番と右側、皆さん過去分詞になってますが、皆さんこれで完了形を成立させられそうですね。ですからまず選択肢の D の R、皆さんこれだと受動体になってますよね。で、あと皆さんこの空詞の左側、皆さん主語複数形になっておりますので、選択肢の B、はずでは単数形でございますので、まずダメですよね。で、あと皆さん残りの選択肢、現在実勢のハブか過去のハドか、当然この文章中、過去を示す表現はないですよね。もしくは皆さんその次の文章 now とございますので、あ、現在実勢だねと。おそらくその現在実勢で統一されているんであろうと。そんな風に考えていただいてもよろしいかと思います。ですから正解は現在完了形の A ということでよろしいかと思います。では皆さんこの空書2番ですね。検討をお願いします。さあ皆さん選択肢どれを選んでいただいても関係代名詞ですので、まず空書の右側ですね。皆さん完全か不完全か考えていただいたかと思います。もちろん can do。do と言われたら、したよー、なーにょーということですので、他動詞。ですから後ろに目的語があるのかなーって見てみると、見ての通り目的語ないですよね。ですから不完全。で、そういう場合は関係代名詞を選べばいいんですが、皆さんどの選択肢を見ていただいても関係代名詞。で、次の段階、皆さん、この空書の2番の左側ですよね。先行詞があるのかどうか。もちろん about、前置詞だねというところで、皆さん先行詞がないですよね。ですから先行詞がない時に使える関係代名詞。それは一発で what ですよね。先行詞がない時に使えるのは関係代名詞 what。よって正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第2段落でございます。皆さん問題というのは2番の方ですからね。検討をお願いします。これはもうそのまんま critical、重要な、重大なということでよろしいかと思います。ですからこの選択肢の並びであればもう確実に一発で vital、D が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第3段落でございます。注釈1箇所ありますからね。皆さん問題はこの空書3番ですからね。適切なものをこの4つの中から1つ選ぶということで検討をお願いします。皆さんこれ空書の左側 other animals ということで、皆さん他の動物。このまんまいくと皆さん抽象的な話になっちゃいますよね。で、皆さん空書3番の右側見ていただきますと birds and bands。具体的に話が展開してくれております。ですから皆さん、あの選択肢見えてるかと思いますが、空書と as の左側が抽象。で、空書と as の右側が具体。その抽象具体の関係を示す語句と言われたら、もちろん A の such ですよね。such as。A、such as B。B のような A。バッチリ抽象具体の関係を示してくれておりますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。では注釈を意識しながら空書4番ですね。選択肢こちらから一つ選んでいただきましょう。お願いいたします。そこで空書の右側は have been ということで現在完了形になってますよね。そして空書の前後のこの辺りの形からもヒントがもらえているかと思います。で、皆さん選択肢見えている中で現在完了形と併用。ですから一発で D が正解ですね。皆さん recent は現在完了形と併用。その知識を聞いている問題ということで、正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いて皆さん第5段落でございます。これ皆さん注釈ついておりますので、それを意識しながら、まずはこの空書5番。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。皆さん、これ空書の右側前置詞 of と繋がってくるものありますよね。そうです。B の awareness ですよね。皆さん、アウェイネス名詞になってますが、皆さん、形容詞、aware。皆さん、be aware of。その熟語をご存知の方、多いかと思います。で、今回はそれが名詞になっただけですからね。後ろに伴うのは前置オブという点は全く変わりはございません。ですから熟語の知識で正解は B ということでよろしいかと思います。久々同じく第5段落、この下線部 E でございますが、問いの3番、節語の指示をご覧になっていただいた後、検討をお願いします。久々最初のコンマが1000の単位ですよね。で、2つ目のところが100万の単位。ですから100万が56個あるというイメージですね。で、もちろん100万はミリオンでございますので、56 million。で、あと皆さん1000が300個あるわけですから、300,000 56 million 300,000、 これでよろしいかと思います。さあ、皆さん続いて第6段落でございます。皆さん注釈1箇所ついてますからね。まずはこちら空手6番、選択肢こちらでございますので検討をお願いします。皆さんこれ空手の右側 SV 続いてますよね。ということは、言い分うにゃうにゃで接続詞を成立させればよろしいですね。そうすると皆さん選択肢の D、ゾウでよろしいですね。言い分ゾウ、うにゃうにゃだから、接続詞としての働きバッチリでございます。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第7段落でございます。空手7番に入る選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。で、皆さんこれ空手の右側名詞でございますので、まずダメそうなものと言われたら C ですよね。with a view to ing。で、他の選択肢は全部前置詞でございますので、後ろ名詞を置いていただいても OK です。ですから、あとは意味で考えるという感じになるかと思いますが、皆さん空手の右側は The White House。第三者。機関を示してますよね。で、そういう表現とつながる選択肢と言われたら、もちろん A のは According to ですよね。うにゃうにゃによれば、この according to の右側には第三者、もしくは機関を示す表現がきますからね。よって正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながるものですね。まとめていきたいと思います。まずは括弧1番、機関を示す語。皆さんこの3つはですね、すぐ言えてほしいですね。で、皆さんその機関を示す語を見たら、完了形と併用するのが基本でしたね。そして、括弧2番、関係代名詞、what の左側。先行詞はいりませんでした。で、括弧3番、such as の前後の関係。抽象具体の関係でしたね。で、括弧4番、recent。現在完了形と併用することが多いですが、過去実践の中でも使えますからね。そして、括弧5番、be aware。後ろの前置は of。で、その aware を名詞に変えても、後ろの前置は変わりませんからね。そして、括弧6番、according to の右側。そこには第三者を示す語句を置いてくださいね。で、皆さん、興味焼き大学でマーク式を中心に扱いましたが、皆さん、和訳とか記述説明問題も問われてますよね。で、皆さん、それの対策はどうしたらいいですかということですが、再生リスト、国語理最後に取り組んでいただけると対策を図れますからね。で、皆さん、この画面定着させやすくするために書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸12番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。